はい、皆さん毎度毎度。はい、こちら部分染めのお客様だね。前半分だね。まあ、時間にしたら何分ぐらい塗ってたんだろうね。5分ぐらい塗ってたのかな。で、ショートのおばちゃん、早い人だったら5分ぐらいで染めない？全体染め。で、こちらのお客様はね、前髪になったらに、まあ30本、数十本、ちょっと生えてんだよね。パラパラパラって黒い毛の中に白いんで、んで目立ってやだやだっていう感じ。あと、点在してんだよね。1本あっちにある、こっちに3本ある、こっちに2本あるってね、サイドの部分に。だそれも見て染めていくんだけど、結構ね時間かかるよね。まあやってる作業は簡単なんだけどね、見つけたとこにちょっと塗っていくぐらいだけど、そういうことしないでね、フェイスラインベチョっと塗る、分け目のとこベチョっと塗るってね、これだけだったらまあチェック入れても2分ぐらいで終わるかね。ものづくり的にこの部分染めのヘアカラーっていうのを値段考えてた場合、毛染めっていうのは、まあ、放置時間ってのは30分あるよね。まあ、それさっぴいて考えていくと、部分染めで、まあ、2分前後で染め終わると。じゃあ全体染めたら10分と。まあ、その差は8分と。だから、まあ、値段が3分の1でいいんじゃないかって安直に考えるけど、その他のラップかける作業ってのは一緒だよね。薬作る作業も、まあ5グラム研ぐのも30グラム研ぐのも、まあ、60グラム研ぐのって、まあ、ちょっと時間かかるかもしんないよね。まあ似たようなもんなんだよね。シャンプーする時間も似たようなもんなんだよね。おそらく毛染めだけだったら1時間ぐらいで終わると思うんだよね。でそっから放置時間の30分をさっ引くと、まあ、30分の間に、まあ、なんだかんだいろいろやってるわけよ、美容師さんがね。で研ぐ時間が8分早くなれば、まあ、その他の仕事が22分になるよね。だけどお客様が毛染めの染まるまで待機してる時間っていうのも30分放置するよね。何もしないで待機してっから見積もりに入れるべきではないとかいろいろ考えるかもしれないけど、待機してるのも仕事してるんだ。何もしてない仕事をしてるわけだからね、待ってるわけだから。そういうこと考えるとね、ヘアカラーの部分染めね、まあ、ちょいちょいとやって染まる。だけど結局お客さんっていうのは1時間近くお店にいるわけだからね、全体染めたって1時間なんで結局同じなんだよね。この部分染めね、塗る手間が5分の1、まあ、使う薬剤も5分の1だからって値段5分の1にすると儲かんないんだよね。逆に面倒くさくてやりたくなくなっちゃうんだよね。だそこの値段設定な、まあ、いくらでやろうと構わないけどね、やっぱり塗布する面積が5分の1でも、まあ、全体染めるより塗布時間が8分早いとしたら、多分60分かかってるのが52分になるわけだよね。そうすると計算しやすく言えば6000円が5200円になる程度、まあ、その程度の違いなんだよね。30分空いてる時間はつったら待機してる時間だよ。タクシーで言ったら待機料金だよね。今現在ね、皆さんのお店でね、部分染めってのがあって、全体染めと部分染め比較していくらでやってるかわからないけどね、頭のいい経営者だと、ものづくり知ってる経営者だと、やっぱり部分染めってのはあまり安くしないよね。事業のことをあまり知らない経営者だとね、塗布するのは5分の1だから値段5分の1でいいんじゃねえかみたいにね、ほんで本当に5分の1しか染めてくださいなんていうのをね、お客さんが来てね、値段5分の1だと本当に儲かんないよね。そういうのを浅はかな経営者だと平気でそういうことを考え出すんだよね。で働いてる美容師さんもね、なんか変だなと思いながらも、疑問に思いながら、給料だけもらえれば何でもいいやってんで働いてるからね。でそこでね、頭のいい美容師が入ってきてね、経営学的にね、ちょっとおかしくないですかなんてね、ちょっと値段設定変えた方がいいなんてね、反論するとね、まあ、真面目に聞いて考え直せばいいけどね、そこでね。で考えるのめんどくせえから、こいつは俺の考えと違うから、もうどっか行ってくれみたいにねそういう風になりかねないよね。だ部分染めね、部分パーマもそう、宿毛矯正の前髪だけかけるのもそう、前髪カットもそう。前髪カットも来て打ち合わせしてね、準備して帰ってお客様がね、ほんで全部片付けてね、そうすると全体切るのも前髪だけ切るのもそれほど時間かかんないんだよね。で前髪切るってのはかなり神経使うからね、前髪なんて本当に5分の1全体の切る、ね、感覚として、それ5分の1でやってると本当に儲かんない。めんどくさくなる、疲れるだけ。まあ今値上げの時代だからね、
まあ皆さんも値段いじると思うけど、よく考えてね、値段設定した方がいいよね。あとノンジアミンカラーね、アミノフェノールってのが入ってんだけど、アミノフェノールって何って言ったら、赤くする毛染め剤の一種みたいだね。でノンジアミンで、まあ、染まると、アミノフェノールで、まあ、染まると、しっかり染まってかぶれがないんだったら、どこのメーカーもアミノフェノールを使った毛染め出すと思うんだけど、やっぱり手堅くジアミンを使うっていうことは何かあるんではないかと。でやっぱり皮膚がかぶれやすい人はヘアマニキュアやっとくのが一番だね。それ以外選択しないね。塩基性もなんかいまいちだしね。うん。あんよ、疲れ様でした。